はい、今回はエフェクターのレビューをしてみようと思います。新しく購入したわけではないんですけれども、以前から所有していた、JHS ペダルズの、スイート T、これはバージョン4というモデルになります。歪みペダルです。で、この同社から、JCM、 マーシャルの JCM800 の、歪みを再現したと言われている、アングリーチャーリーという、ディストーションペダルと、あといわゆるそのチューブスクリーマー系の、ムーンシャインというペダルがあるんですけども、その2個をもう1個にまとめたという感じの、ペダルです。はい、それでは、ペダルの仕様を見ていきましょう。こちらは先ほど紹介しました通り、同社のアングリーチャーリーというペダルとムーンシャインというペダルが、1つになった仕様になっています。赤いチャンネル側が、アングリーチャーリー、緑のチャンネル側がムーンシャインになっています。アングリーチャーリーの方は、ボリューム、ドライブ、ベース、ミドル、トレブル。ムーンシャインの方は、ボリューム、ドライブ、トーン、クリーンとなっています。このクリーンというつまみが特徴的でして、いわゆるこの左に回し切っている状態ですと、もろにこの、ムーンシャインのサウンドが、反映されるんですけれども、このつまみを右に回していくと、徐々にその、いわゆるアンプの素の音が強調されていく感じです。簡単に言いますと、このエフェクターのサウンドと、エフェクターがかかっていない、元のアンプのサウンドのバランス具合が、このつまみで調整できる感じです。で、こちらについている小さいつまみ、これは、上に上げていると、ムーンシャイン側ですね。ムーンシャインの方のつまみは、上に上げていますと、いわゆる電圧を、昇圧したような、グッと音量が上がった、オープンなサウンドになります。で、これを下に下げると、電圧がちょっと下がったような、なんですかね、歪み具合が増して、コンプレッションがかかったようなサウンドになります。で、この間についているこのつまみ、これは、いわゆる、エフェクターが今、二つ並んでいる状態ですけれども、それを前後入れ替えるつまみです。チューブスクリーマー側のムーンシャインからアングリーチャーリーにつなぐのか、それとも前段にアングリーチャーリーを持ってきて、後段にムーンシャインを持ってくるか、その切り替えができるスイッチになっています。はい、それでは、実際に音を出してみましょう。まず赤チャンネルの、アングリーチャーリーの方から出しています。今ゲインも、トレブル、ミドル、ベースすべて12時方向に向けた状態です。原因を結構グーンと上げていますね。はい、結構激しい歪みになります。僕はその元になっているマーシャルの JCM800 はあまり弾いたことないんですけども、まあそのアンプで作る歪みよりもだいぶ、深く歪まらせているのではないでしょうか。で、歪みの特徴としまして、僕のイメージですけども、そのディストーションというよりかは、オーバードライブ、よく歪むオーバードライブの弦をグッと持ち上げたような質感だなと思っています。その、ソリッドな感じじゃなくて、ちょっと、なんていうんですかね、柔らかい質感といいますか、いなたい感じといいますか、よく歪むオーバードライブの弦がグッと上がったイメージのサウンドです。では、トレブルを打ってみましょう。結構上げていますね。
はい、トレブル結構聞きがいいですね。ぐんとその、ギラッとした部分が持ち上がってくる印象です。では、ミドルをいじってみましょう。ミドルを上げています。ミドルを下げています。はい、もろに、ミッドを削ったドンシャリサウンドから、ミッドを持ち上げるともう音圧がグッと前に出てくる印象です。僕はどうでしょう、結構ハードロックなリフとかを弾くのであれば、まあ、ミドルは削り目で、割とその、リードとかを弾くときはミドルをグッと持ち上げた方が、甘いトーンになるかなっていう印象です。ベースをいじってみますね。ベースを目いっぱい上げています。ベースを削っています。はい、ベースを持ち上げると、そうですね、そのスピーカーのぐんぐん来る箱鳴り感も出ていいんですけども、あまり、こういうリフ低いで上げすぎるとちょっと音が濁ってしまうんじゃないかなという印象です。はい。どんな印象ですかね。僕は割と、普段メインで使っている、320デザインのブラウンフェザーというエフェクターがあるんですけども、まあそちらは割とこうモダンな、ソリッドなディストーションで使っ、ディストーションとして使っていますが、こちらはもうちょっと、なんでしょうね、稲田井サウンドといいますか、ポップスだったり、そこまで超ハイゲインなサウンドが必要ない時の、まあ、ディストーションペダルとして、使うにはすごくいいんだなと思ってます。あと、ボリュームの追従性も良くて、結構ね、ゲインを上げた状態で、でギターのボリュームを下げていくといい感じにクランチになってくれます。割と手元で、軽いクランチから、ディストーションまで幅広く操作できるのがいいところだなと思います。では、次は緑のチャンネルの、ムーンシャインの方を見ていきましょう。こちらは、今ドライブ、トーンも真ん中ですね。で先ほど紹介したクリーンのつまみも、全てオフにしている状態です。でつまみは、上向きなので、いわゆる電圧が昇圧されたような状態のサウンドになっています。
で、試しに一回つまみを下に下げてみましょう。まず音量が変わりますね。もろに、音量が下がるのでちょっと調整します。感じでこのつまみで割と音量も変わりますし、いわゆるコンプレッションが強くかかってるか、まあかかってないオープンなサウンドか、そんな印象で切り替えることができます。ドライブを結構上げてみましょう。元になっているいわゆる、チューブスクリーマーよりもだいぶ、深いところまで歪ませれることができるなという印象ですね。では、このクリーンというつまみですね、これを試してみましょう。今すべて左に振り切って、このエフェクターの音しか、反映されていない、ちょっと言い方おかしいですけれども、このエフェクターの、サウンドがもろに、反映している状態です。センターぐらいまで上げてみます。30ぐらいまで上げてみます。どうでしょう。右に回していくことによってこのエフェクターがオフになっている、いわゆる、スノーアンプのサウンド、このサウンドがより強調されていく感じです。なのでセンターにしていると、エフェクターのサウンドと、エフェクターが通っていないスノーサウンドが、まあ、半分半分出ている感じです。それ以上回していくとエフェクターのサウンドよりも、アンプのスノートが強調されていく感じです。で、このペダルはもちろんこのアングリーチャーリー、ムーンシャイン、単体としても使えますし、2つ同時に使うこともできます。で、今は、このつまみで、ムーンシャインが前段にあって、後段にアングリーチャーリーがいる状態です。なので、例えばアングリーチャーリーを使っていて、もう少し、ゲインをプッシュしたいなった時に、前段のムーンシャインでブーストするといった使い方もできますね。はい、試してみましょう。今アングリーチャーリーだけです。ではムーンシャインでブーストします。もういわゆる、マーシャルアンプにチューブスクリーマーを使ってブーストした、そんなニュアンスのサウンドですね。で、今は前段にムーンシャインがいましたけれども、今度はムーンシャインを後段に持ってきて、前段にアングリーチャーリーを持ってくる、配列にします。よいしょ。ではアングリーチャーリー単体のサウンドから。
ンシャインをオンにします。いわゆる、どうでしょう、メインのサウンドのディストーションの後にブースターを持ってきている状態なので、音量がグッと上がるレベルブースト的な役割になる感じですね。どちらの音も、使えると思います。相性もいいですね。はい、いかがだったでしょうか。マーシャルの JCM800 の歪みを再現した歪みと、チューブスクリーマーの歪みを再現した、サウンドがこの一つで作れるというのはなかなか美味しいと思います。もちろん単体で使うのも良しですし、先ほどのように、どちらかをブースター代わりにして使うみたいな方法もできるので、これ一つで、クリーン、クランチ、ディストーション、リード全て、こなせてしまうという、まあ、お値段もそこそこしますけども優等生な、ペダルだと思います。僕が普段メインにしている32番デザインさんのブラウンフェザーはどちらかというとモダンなサウンドなので、それに比べるとちょっといなたいサウンド、80年代ぐらいのロックサウンド的なもの、ロックサウンドっぽい印象を僕は受けます。ちょっとソフトな感じと言いますか。なのでポップスとかでもすごく使えるんじゃないかなと思っています。決して安くはないんですけども、皆さんもぜひ試す機会があったら試してみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。